イッタラは、現代的な北欧デザインによる食器など、インテリアデザインを専門とするフィンランドのデザイン企業。公式ロゴに記載されている、イッタラは、すべて小文字となっている。また、日本で製品を扱う企業は、多くが、イッタラという表記を採用している。現在、イッタラグループは、アラビア、ハックマン、イッタラ、ボダノバ、ホガナスケラミク、ロールストランド、 ホヤングポラリスなど多くの企業を子会社として従える。イッタラが製造する製品のうちで最も有名なものはフィンランド人建築家アルバーアールトが1936年以降にデザインしたガラス機およびティモ・サルパネーバが1850年以降にデザインしたガラス機である。1956年サルパネーバはイッタラのロゴをデザインした。また、 お岩と一家がデザインしたガラス製の鳥も販売している。ステラシリーズのグラス。美しい曲線によるデザインは1995年のエリナヨエンス・イッタラの創業はピーター・マグナス・ワブラハムスソンがガラス工場を設立した1881年と言われている。創業当初はフィンランドに腕利きのガラス吹き職人が不足しており、 スウェーデンの労働力に頼らざるを得ない状況にあった。1917年、カルフラガラス工場が所有していた製材会社 AR ストロームに買収され、1950年代までカルフライッタラの名で製品が販売された。カルフライッタラ工場は当初、化学実験やランプオイルなどに用いるボトルをメインに製造をしていたが、一部で家庭用の商品も生産していた。 1920年代から1930年代にかけて、いったらは事業を、家庭用品の生産を継続するとともに、もっと実験的で芸術的な商品を作るベンチャーへと拡大した。最初期の成功例に、アイノアールとのガラス機があり、後にはアルバアールとのガラス機も成功を収めた。第二次世界大戦では冬戦争と継続戦争の間に、いったらの生産は、 材料不足と労働力不足によってストップしたが、1946年に生産を再開。その後、繁栄した。1970年代半ばの石油危機になると、再び製造に支障をきたした。フィンランド国内におけるガラス機市場は、国外からの輸入ガラス機との競争を増していった。1987年、AR ストロームは、イッタラをバルチラ社に売却。 バルチラは、ウルヤラにある、ヌータヤルビガラス工場の大株主であった。バルチラは、イッタラとヌータヤルビを合併し、イッタラヌータヤルビを設立。1990年になると、イッタラヌータヤルビは、ハックマン社に買収される。ハックマンは同時に、他のホームウェアメーカーも買収した。2003年、ハックマン社は、イッタラに解消。2004年には、 アブンアンロキャピタルの参加になる。2007年より、いったらの97%の株をフィスカルスが保有している。ありがとうございます。